そうですね、まあまだまだこれからメニュー自体の辛さっていうのは上がってくると思うんですけど、まずは初日ということで、まあ、怪我なくまずは無事に終われてよかったなという気持ちです。まあ楽しかったですけど、やっぱりプロという職業なので、しっかりとなんていうんですかね、責任というか、チームのために貢献しなければいけないと思いながら、しっかりと練習させていただきました。まあ、初日ということだったので、まあ、力みすぎず、ね、まあ、しっかりと元気を出すということを、新人みんなで、課題として持って取り組んでいたので、とにかく元気という部分では一番意識しました。まあ、まずは第一に、怪我を、しないで、次にしっかりとアピールをできるように、キャンプからではなくてこの合同実施トレからしっかりとアピールをできるように頑張っていきたいと思います。まあ上げていきたいというか、まあ、ここではまたコーチの方々に指導だったりとかはまだもらえないので、まあ自分の出せるパフォーマンスを、キャンプに向けて、まあ、しっかりと上げていくということを課題として、まあ、この自主トレはやっていきたいと思ってます。まあ、頑張ります。